ボルフガング・オベラートはドイツのサッカー選手。選手時代のポジションはミッドフィールダー。西ドイツ代表として3度の FIFA フフワールドカップに出場し、地元開催となった1974年大会において優勝の立役者となった。オベラートやオベラーツとも表記される。オベラートは1953年に故郷の SSV ジークブルクレヨンでサッカーを始めると、 10代の頃から才能を示し、西ドイツユース代表に選出され、欧州サッカー連盟主催のユーストーナメントに出場した。1962年に 1FC ケルンに入団。ケルンは、ハンスシェーファーラを用して1961から62シーズンのドイツサッカー選手権で優勝した競合であり、1963年から開始された。 ブンデスリーガの創設メンバーにも名を連ねていたが、オベラートは1963から64シーズンのブンデスリーガにおいて開幕から3試合連続得点を決める活躍を見せ、初優勝に貢献した。クラブレベルでは一貫して1、FC ケルンに在籍。1960年代から1970年代にかけては、バイエルン・ミュンヘンとボルシア・メンヒ・エングラートバッハが、 国内を2分していたこともあり、タイトルには恵まれなかったが、1967から68シーズンと1976から77シーズンに DFB ポカールで優勝した。一方で1976年から監督を務めていたヘネス・バイス・バイラーと対立し、1977年5月に33歳で現役を引退した。 西ドイツ代表としては1963年9月28日に行われたトルコ代表戦でデビュー。攻撃的ミッドフィールダーのポジションを獲得すると1966年にイングランドで開催された 1966FIFA ワールドカップでは準優勝。1970年にメキシコで開催された 1970FIFA ワールドカップでは3位入賞に貢献した。 メキシコ大会でのプレーについて、ブラジルのメディアからは、プリマドンナの優雅さと、宇宙飛行士の持久力、アインシュタインの知性を持つ選手と評され、自身も後のインタビューにおいて、私にとって最高の大会だったと評している。その後、素刑部の怪我の影響により代表から外れた間に、ギュンター・ネッツァーが台頭し、UEFA 欧州選手権1972の、 優勝に貢献したことから、オベラート不要論が沸き起こった。一方、1974年に、地元、西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップを目前に控え、ネッツアーが体調を崩したことから再びポジションを獲得し、全6試合に出場し一時、リーグ初戦のオーストラリア代表戦と二次リーグ第2戦のスウェーデン代表戦で得点を決める活躍を、 店優勝に貢献した。決勝のオランダ代表戦を最後に、ゲルトミュラーやユルゲン・グラボースキと共に代表を引退したが、国際 A マッチ81試合に出場し17得点を記録した。引退後はビジネスマンに転身し保険代理店や、不動産業を手掛ける一方で、スポーツ用品メーカーのアディダスの役員を務めた。1991年から1998年に、 かけて、古巣の1、FC ケルンの取締役会に名を連ね、クラブ理事会の顧問を務めた後、2004年6月から2011年11月に、かけて、同クラブの会長を務めた。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダーを務め、中盤を幅広く動き回り、巧みなボールキープと、左足から繰り出される長短の正確なパスで、攻撃を組み立てた。 フランツ・ベッケンバウアーによれば完全な左利きの選手であり、自身では右足は体を支えるためだけに必要だと答えていたという。一切年下で同じポジションを務めるギュンター・ネッツァーとはライバル関係と評された。西ドイツ代表監督のヘルムルト・シェーンは、両者の同時期用、幾度か試みたもののプレイエリアが重なることもあり、共存は難しかったという。シェーンは、 両者を一つのチームでプレーさせることは困難であり誰の得にもならない。チームにとっても当人たちにとってもだと評している。一方、オベラーとは後のインタビューにおいてギュンターと私はライバル関係にもかかわらず良い友人だった。彼とはメキシコ大会で親しくなった後も友情を維持し続けている。ただし一旦ピッチに立てば話は別だ。 当時はポジションをめぐってプレッシャーを感じて不安定な心理状態になり、妻に西ドイツ代表を辞退すると告白したこともあったと語っている。ありがとうございます。